クちゃんがポテチ食う配信みたい。え、何それ、どういうこと。ポテチポテチを食べるだけの配信みたいで、相当ペコーラのこと好きじゃん。ポテチを食べるところだけ見たいんでしょ。ペコーラか何か食べてるのを見たいだけなの。マニアだね。あ、ASMR 的なやつか、そういうことか。 TNK の味のポテチ出てるの知って…え、何それ、キモ。何それ、ビレー版。マジで洗ってない、洗ってないやつのえぐみがあって最悪。100円だからいいけど、これで1000円取ろうとしてた、ビレー版頭おかしいだろって言ってるんだけど。キモー、なんじゃこりゃ。これさ、何も知らないホロメンにさ食わせたらさ、どうなっちゃうんだろう。はい、ポテチっつってさ、セクハラにならないよね、これやったとしても。あー、お腹すいたーって言われたらさ、はい、これポテチあげるよスッって渡したら、え、なにこれ、味美味しくなーってなっちゃうのかな。わ、しおんちゃんにあげようかな、しおんちゃんに。ぶったたかれるぞって。うさらぺこら急にホロメへセクハラポテチをプレゼントっつって、嫌われる覚悟があるのよ。全然大丈夫、嫌われる勇気。そこで嫌われちゃったらそれまでの関係よ、みんな。そうでしょ、全然全然嫌われる勇気よ、そこは。しおこがブチ切れる、確かに。ホロメはさ、もうやめてよぐらいで済むかもしれないけど、そのファンの子たちのファンの子たちが、てめえお前、うさらぺこら、よくも俺たちの何々ちゃんに向かってやってくれたなってなるか。確かに、それはそうだ、それはそう。ファンの子たちがペコーラにあれだわ、怒るわ。残念だけど全店で売り切れ。うわ、そうなんだ、そんなに人気なんだね。売り切れなんだ。いや、みんなやっぱ味を確かめたいんだよ。